こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれパパが買うべき春服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、先日もですね、このおしゃれパパの企画ってやったんですが、まあ、正直やる前までこの動画は需要があるかなと不安だったんですね。まあいろんな企画を僕は普段からやってみるわけなんですが、それがうまくですねハマることもあれば、あれこれ全然皆さん興味なかったなっていう滑った動画もあるわけなんですが、割とその中でもおしゃれパパの着こなしに関しては結構多くの方に見ていただいたんですね。なのでこのように休日パパがどのような着こなしをすればいいのか、そういったところを知りたい方多いのかなと思っています。まあ僕自身も何度かお伝えしていますが、2児の父で子供もまだそんなに大きくはないので、休日どんな着こなしをしようかって結構よく考えるんですね。そして仕事柄休日のパパを見ながら、まあこの着こなしはもうちょっとこう変えてあげたらより良くなるんだよなみたいなことをですね日々研究してるので、そのあたりの僕の知見をですね踏まえながら、春服だったらこの5点あれば結構いいんじゃないのかなというものをですね、いろんなサイトからより集めてきましたので、まあぜひよかったら皆さんの今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。まあ一応今回はですね、おしゃれパパというですねお題目でやってるわけなんですが、大人世代がおしゃれに見せるためには今回ご紹介するアイテムどれもすごく使いやすいかなと思うので、パパの方もそうじゃない方も含めてよかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、おしゃれパパに持っておいていただきたい春服を皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、本題に入る前にまずはですね、おしゃれパパの目指すべきファッションのコンセプトをちょっと軽く触れておきたいなと思ってるんですね。あくまでこれは僕の独断と偏見によるものなんですが、おしゃれパパを目指す際にすごく重要な項目として僕は一つ目にですね、動きやすさだとか快適性というのがあるんじゃないのかなと思っています。まあおしゃれをする際にも小綺麗なロングコートを着るようなスタイリングもあったりだとか、あとはもうちょっと快適なショート丈のブルゾンとかナイロンジャケットだとか、こういったものを着るみたいな方向性があるかなと思うんですが、おしゃれパパに関してはやっぱり後者の方のですね動きやすさを意識したものの方が圧倒的に使いやすいかなと思うんですね。というのも公園で遊んだりだとか子供を抱っこしたりだとか、まあそういった時にですね、丈の長いものだとかちょっとこう綺麗め方向のものだとやっぱ気を使うんですね。しゃがんだ時に裾がですね地面についてしまったりだとか、汚れが気になるようなものだとなかなかガンガン着づらいので、それよりはちょっとスポーティーな要素のアイテムだとか着心地の良さを踏まえたようなアイテムというところはうまく取り入れた方がパパ世代には使いやすいかなと思います。そして二つ目の項目としては小綺麗で清潔感ですね。このあたりもすごく重要かなと思います。まあ、自分の男の趣味の世界みたいなものでやってしまうとやっぱりですね、奥さんからの受けが良くなかったりとか、第三者ですね、いろんなこうパパ友だとかいろんなイベントに行ったらいろんな他のママもいたりだとか、そういった中で結構男の趣味ガンガンで行ってしまうとその着こなしが理解されなかったですので、一定の清潔感だとか小綺麗さみたいなところを意識することはすごく重要になってくるのかなと思います。そして3点目がですね、うまく綺麗な色を使うというところですね。まあ男の着こなしって基本的にはモノトーンだとか濃い色が多くなってくるかなと思うんですが、まあおしゃれなパパというのは人との違いを適度に取り入れるのが上手なので、それをですね差し色ということで、まあ一点綺麗な色だとか、ちょっと柄物を入れたいだとか、悪目立ちしない範囲でちょっとしたアクセントを取り入れるというところが、まあおしゃれなパパは上手だったですので、このあたりを踏まえて着こなしを考えていくと非常にわかりやすいかなと思います。ということで、早速具体的な商品を皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず1点目はですね、アウターですね。まあ今回はですね、具体的なものをご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、グリーンレーベルのビワテックスフードブルゾン撥水という商品ですね。まあいわゆるですね、フード付きのラフなアウターになってくるわけなんですが、このあたりはですね、僕がよくご紹介しているようなノースフェイスのコンパクトジャケット、このあたりで代用するのもいいかなと思います。まあ、フードが付いてということでカジュアルなんですが、適度に丈の長さもあって表面の質感もちょっとこう上品な大人っぽい雰囲気なので、ナイロンのノースフェイスのアウターに比べるとよりですね綺麗めな方向になっているのがこちらのブルゾンかなと思います。春のアウターとしてやっぱり代表的なのは僕はステン
然カラーコートだと思ってるんですね。丈が長くて素材感的にもナイロンとか使ってれば、まあ、そこまでですね邪魔にもならないので多くの男性におすすめしやすいんですが、やっぱりパパ世代はもうちょっと着丈が短い方が使いやすいんですね。ということで、まあ、そのようなところを考慮するとフード付きのこのようなアウターみたいなものが1枚あるとすごくですね着やすいんじゃないのかなと思います。ブランドのロゴが付いてないことで着こなしの幅は広がりやすいんですね。まあ、この後ご紹介しますが、ニットだとかシャツだとかそういったものにもハマりやすいので、これ1枚持っておくとすごく便利なのかなと思います。で、3色展開になってまして、こちらどれもいいんですが、やっぱり清潔感だとか小綺麗さというところを表現するのであれば、まあ、ネイビーですね、このあたりがやっぱり王道ですが使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、ネイビーって僕も大好きな色だったんですが、あまりにですね使いすぎてしまって、その反動で最近はこうダークグレーとかを選ぶことが多かったんですね。結構それはファッション業界の中でも共通して言えるところで、まあ、ネイビーが最近あまりですね多くなくて、ダークグレーを知るところが多いんですけども、最近その反動でまたネイビーが改めて出てくるようになってきたので、まあ、このタイミングで改めて原点回帰のネイビーもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ダークグレーもいいんですが、まあ、爽やかなネイビーに振っておいて春らしさを出してあげると個人的にはいいかなと思うので、まずこちらをベースにしながら組み立てるとすごく便利かなと思います。まあ、デザイン的にはフードがついていて、あとはですね腰にポケットが大きくついてるんですね。少しこうワークっぽいイメージの雰囲気だとか、そのあたりもデザインに落とし込んであるんですが、まあ、ビアテックスの素材自体がちょっとこう天然素材に見えるような上品な雰囲気も持っているので、スポーティーになりすぎないような質感なんですね。このあたりのスポーティーなアイテムではあるんですが、小綺麗さもちゃんと抑えてあるというところではすごく便利なアイテムに収まってるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これまた僕の動画の中ではおなじみのジャンルになりますが、ニットですね。これは欠かせないアイテムの一つかなと思います。まあ、先ほどご紹介したショート丈のブルゾンですね、これはフードがついているので少しスポーティーな要素なので、まあ、こちらを軸にしながらも内側は少しきれいめな方向に振ってあげた方がいいかなと思うんですね。まあ、スポーティーなアイテムを全身の中にいくつか使ってしまうと、ちょっとこうスポーティーになりすぎたりだとかカジュアルに見えすぎてしまって綺麗な要素が足りないと思うんですね。ですのでアウターがスポーティーなので、その内側に着るものはやや綺麗めなものの方がいいかなと思うので、まあ、ニットは欠かせないアイテムかなと思います。で、今回ご紹介したいのはですね、これまたグリーンレベルになるんですけども、ハイツイストコットンラグランクルーネットニットウォッシャブルというものですね。これがですねすごく色が良かったんですね。まあ、最初にお伝えした通り、おしゃれなパパは色使いがとても上手というイメージがありまして、まあ、ベーシックなカラーだけではなくて、どこかに差し色だとかちょっと小綺麗に見えるような色を使うのがすごく上手なんですね。で、今回もですねいろんなショップのニットを見た中で一番ですね使いやすいなと思ったのがグリーンレーベルだったわけですね。このハイツイストコットンラグランクルネックニット3色展開なんですが、一番使いやすいのはですねライトグレーだと思うんですよ。これが着こなしの中で馴染むので一番使いやすいんですが、今回のテーマの中に沿って考えると、このターコイズという色がすごくいいと思います。まあ、ターコイズというのはネイビーみたいな色との親和性も高いので非常に着こなしにも合いやすいですし、華やかさはあるんですけども、割といろんな方にも合いやすいんですね。真面目な雰囲気の方から明るい雰囲気の方まで意外と取り入れやすいような差し色なので、これはかなり使い勝手のいい仕上がりになってるかなと思います。厚みもちょうど良くて中肉厚で、厚すぎず薄すぎないので体のラインも拾わないですし、適度にゆとりがあるので、ピタッとして体のラインですね、お腹の丸みとかが出ることもないので非常にバランスのいい仕上がりになってるかなと思います。まあ、いろんなショップ見たんですけども、本当にですねこの色が非常に良かったので、まずはこちらを第一候補として出したいなと思います。で、もう一枚あるのがですね、こちらちょっと値段は上がるんですが、ビューティー&ユースのミラノリブクルネックスウェットニットですね。これまためちゃくちゃいいですね。まあ、使いやすいところで言うとナチュラルになるんですが、今回は差し色ということでコバルトですね、こちらをおすすめしたいなと思います。まあ、ミラノリブニットっていうのは結構スウェットライクで着やすいんですよ。よりこうニットが苦手な方でも気軽に着やすいような質感なので、これはスウェットとニットの中間ぐらいと思っていただいていいんじゃないのかなと思います。で、このコバルトというのがまたですねブルー系の色合いではあるんですが、明るさがあってすごく華やかさが出るんですね。そして先ほどのネイビーのアウターとの相性も抜群にいいので、まあ、こちらでもいいかなと思います。グリーンレーベルのちょっとこうター
ターコイズの綺麗さを取るか、もうちょっと落ち着いたコバルトを取るのか、このあたりは人によって好みで選んでいただいてもいいかなと思うんですが、いずれにしろ一番最初に選んだネイビーのフード付きのアウターとの相性は非常にいいので、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。着心地の良さとか、よりスウェットライクでサクッと着たいのであれば、ビューティー&ユースかなり選んでいただいていいんじゃないのかなと思うので、このあたりのニット、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これまたですね、僕の動画の中ではおなじみのアイテムですね。大人の男性のトップスはやっぱりですね、ニットとシャツ、この2大巨頭だと思ってるんですね。まあ、先ほどニットあげましたので、今度はシャツをあげたいなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのはこちらですね。これまたグリーンレーブルになってしまって、またですね、PR の動画じゃないのかと思われちゃうぐらいなんですが、やっぱり強いんですよ、グリーンレベルは。おしゃれパパを目指すためには、使い勝手のいいものが、まあ、とにかくたくさん置いてあるので、今回忖度なしでこちらも選んでいるわけなんですが、TW、ウォッシャブルトロ、ストライプバンドカラーシャツ、ストレッチ帽子輪というものですね。これが絶妙に使いやすいなと思いました。カラーは、3色展開になってるんですが、今回もやはり爽やかさ、清潔感というところを意識して、やっぱりロイヤルが使いやすいんじゃないのかなと思いました。これもですね、選んだのにはすごく理由があってですね、シャツを着る際にやっぱりちょっと気をつけたいのは、綺麗めすぎてしまって全体の中でちょっと浮いてしまうということなんですね。その点バンドカラーシャツというのは適度にカジュアル感が出るので使いやすいかなと思うんですね。まあ、レギュラーカラーというのは襟がこのようについているものなので、これまた小綺麗に見えていいんですけども、バンドカラーは襟がですねだいぶすっきり見えるので、重ね着した時の襟の収まりもいいですし、適度にカジュアル感が出るので、先ほどご紹介したフード付きのアウターのようなちょっとカジュアルなものにもすごくちょうどいいバランスで収まりやすいんですね。なので今回はバンドカラーシャツで探していて、その中でも爽やかなブルー系とかストライプ系がないかなと色々と探していった結果、結局このグリーンレベルに行き着いたわけなんですが、これめちゃくちゃいいのがですね、ブルーの色合いが爽やかでいいのと、ストライプ柄が入ってるってとこなんですよね。ブルー基調に対してホワイトのラインが結構狭めに入っているんですけども、ブルーの分量が多いので爽やかに見えて、なおかつブルー無地に比べるとストライプが入っているので縦長感があってスタイルがよく見えるのと、ちょっとこじゃれて見えるんですね。このあたりが非常にいいなと思ったのと、そしてこのウォッシャブルトロというのが、まあ、素材的にすごく良くて、とろみがあって上品に見えるんですが、シワにもなりづらいですし、洗濯機でも洗えるというですね、機能的な素材になっているので、このあたりも含めてすごく使い勝手がいいんですね。まあ、サイズ感も通常のビジネス用のシャツに比べると適度にゆとりがあるんですが、ドーンとでかいようなワイドではないので、ちょうど大人のですね、スタイルにはまりやすいようなところに設定されるので、やっぱりこのあたりはグリーンレベルは強いなと改めて実感をしています。ちなみに今回ご紹介する5点のアイテムは、これ全部をコーディネートで完成するように僕は設計してるんですね。そういった意味では、アウターの内側に着るものは、ニットですね、差し色的なものがあったりだとか、あとは小綺麗なシャツがあれば、結構着こなしのバリエーションが作れるかなと思うので、このロイヤルはかなり使いやすいんじゃないのかなと思っています。着方としては、こちらの写真のようにですね、白 T を着て、第一ボタンを開けて少しラフな感じで着ていただきたいんですね。その上に先ほどのフード付きのアウターを着てもらうと、アウターよりもシャツの方が少し着丈が長くて、アウターの裾よりもちょっとシャツの裾の方が長く出るんですね。このアンバランスさも含めて結構バランスよくハマってくるかなと思うので、まあ、ぜひこちらのシャツもチェックしていただきたいなと思いますし、皆さんもお手持ちのバンドカラーシャツがあればそれを活用していただければ全く問題がないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はボトムスに行きたいなと思ってるんですが、やはりボトムスもですね、カジュアルなデニムだとかチノパンだとか、このあたりを履いてしまうとアウターがカジュアルなのでドカジュアルに見えてしまうんですね。なのでちょっと一定の綺麗さを僕は取り入れたいなと思うんですが、綺麗すぎて着心地が悪いと、それまたですね、パパ世代にはなかなか難しいかなと思うので、綺麗に見えるんだけど着心地がいいものというところ、この両取りをしたいなということで、今
今回ご紹介したのはこちらですね。シップス別注のグラミチ2ウェイストレッチウールライクトロピカル NN パンツですね。これがまさにちょうどいいバランスのボトムスになってるかなと思います。まあ、見ていただくとすごくですね、綺麗めなボトムスに見えるかなと思うんですね。まあ、ウールライクの素材感ですごく見た目的には綺麗めにはまるかなと思うんですが、ベースになってるのがグラミチということで、このあたりはやっぱりですね、スポーティーで履きやすい要素もしっかりと抑えてるんですね。グラミチらしいですね、ウェビングベルトで気軽に履きやすいような仕様になっていますし、ツーウェイストレッチということでしっかりと縦横にストレッチが効いているので、このあたりの快適さというところも見逃せないポイントかなと思いますし、シワにもなりづらかったりだとか、洗濯しても乾きやすかったりだとか、このあたりの汚れてもちゃんとケアしやすいようなポイントがしっかりと抑えてあるので、まあ、かなり使い勝手がいいのがこちらのボトムスになってるかなと思います。で、こちら3色展開になってるんですけど、僕はもうグレーを一押ししたいなと思ってまして、これなぜなのかというと、先ほどからご紹介しているフード付きのアウターがネイビーですよね。これに対して僕がいつもご紹介しているブラックのパンツ、合わないことはないんだけども、ネイビーとブラックだとやや春には重たく感じるので、ここに対してグレーを持ってくることでちょっと明るさを出すことができるんですね。そしてネイビーとかブラックとグレーのパンツってすごく相性がいいんですね。ですので今回はグレーのパンツをおすすめしました。で、このグレーのパンツであれば、トップスの先ほどご紹介した綺麗な色のニットですとか、あとはブルー系のシャツとの相性もいいので、今回のアイテムと全部合わせがしやすいんですね。で、グレーの中でも濃すぎず明るすぎずのちょうどいいグレーで、かなり長い時期着ていただけるような、そんな色合いに仕上がっているので、これは名品だなと思いました。シップス別注のグラミチということで、値段は決して安くはないので、もうちょっと気軽に履きたいなという場合は、グローバルワークのアーバンスラックスですとか、ユニクロのスマートアンクルパンツ、このあたりで代用してもらってもいいかなと思います。同じようなグレー系のものがあるので、このあたりで使ってもらうのもいいかなと思うんですが、やっぱりグラミチということもあって、小綺麗さもありつつ、でも使いやすさがあって、シルエットも綺麗というところ、このあたりをしっかりと抑えているような、おしゃれパパにはすごく使いやすいようなボトムスになっているかなと思います。ちなみにボトムスのシルエットなんですが、やっぱりある程度テーパードは効いてるものの方が、おしゃれパパには必須のアイテムになってくるかなと思います。これがワイドになればなるほど、おしゃれには見えるんだけども、第三者からの理解が得られづらくなるんですね。なので、今回のコンセプトには、第三者からの視点だとか、奥さんだとか、そういったところの視点も踏まえる必要があるかなと思うので、このテーパード型のグラミチが、まあ、最適解かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目は足元シューズに入っていきたいなと思ってるんですが、まあ、今回ですね、おしゃれパパにご紹介したいシューズ、いろいろと考えたんですよね。何がいいんだろうなぁと思って、やっぱ王道感のある白系のレザースニーカーがいいかなと思ったりしたんですが、まあ、オールスタークップみたいな真っ白のスニーカーっていうのはやっぱり汚れがそれなりに気になるんですね。かといって、まあ、ブラック系のレザースニーカーもいいんですが、ちょっとですね、綺麗になりすぎちゃうかなということで、爽やかな白系のレザースニーカーなんだけど、ある程度汚れが気になりづらいものは何かなというところで考えたところ、アディダスの BW アーミーですね。これが使い勝手がいいなと思ったので、今回ご紹介したいなと思いました。まあ、白系のレザースニーカーの中でも、このソール部分がオールホワイトだと、結構この部分が汚れ目立つんですよね。やっぱりこうアッパーよりも圧倒的にこのソールの方からやっぱり白系のスニーカーって汚れてくるので、そこがこうブラウン系になっているので、そこまでですね、汚れが目立たないのが BW アーミーの良さかなと思います。そしてアッパーの雰囲気もですね、つるっとしたシンプルなレザーではなくて、ところどころこうスウェードのパーツが使われていたりするので、このあたりも真っ白ではないですよね。なので汚れてもそこまでですね、汚れが気になりづらい白系のスニーカーとして、このジャーマントレーナーですね、この形が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、使えば使うほどちょっと味わいが出てくるんですが、もともとこうミリタリーだとか、そのあたりのベースのデザインなので、まあ適度なこなれ感っていうところも出やすいかなと思うので、
シンプルなレザースニーカー系であれば BW アーミーが一番使いやすいんじゃないのかなと個人的には感じています。今回ご紹介したグレー系のパンツにももちろん相性がいいですし、ネイビーのアウターだとか差し色のニットだとかブルー系のバンドカラーシャツだとか、そのあたりにもバッチリハマってくるような間違いのない一足だと思うので、このあたりを足元で揃えていただくことで清潔感と適度なこなれ感を表現していただければもうバッチリかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれパパを目指すための春服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、冒頭にですねコンセプトもお伝えしたかなと思うんですが、ある程度動きやすくて清潔感があってなおかつちょっと差し色が入っているというところですね。このあたりを全部取り入れたのが今回の5つのアイテムなので、これそのまま集めればコーディネート完成するようにバランス取ってありますので、まあ、ぜひ皆さんもですね一つの参考にしていただきたいなと思いますし、お手持ちのアイテムでも結構再現できるかなと思うんですね。アウターに関してはノースフェイスのコンパクトジャケットで代用してあげてもいいと思いますし、まあボトムスに関してもユニクロとかグローバルワークのものすでにお持ちでしたら、そのあたりのテーパード型のパンツでもいいと思います。まあ白系のレザースニーカーも皆さん持ってると思いますし、差し色のニットだとかバンドカラーシャツも持ってる方も多いかなと思うので、手持ちのものでまずはこの雰囲気をですね再現してもらうとすごくいいかなと思います。そして慣れてきたらボトムスの色を変えてみたりするのもいいと思いますね。ネイビーだとかブラックのアウターに対してグレーのボトムスもいいけども、ちょっと爽やかな感じ出したかったら白系のデニムなんかを使ってあげるのもハマりがいいかなと思うので、こんな形でちょっとずらしながら応用していくのもいいかなと思うので、よかったら今後の参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えしないようなちょっとコアなアイテムですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっていまして、皆さんからご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっています。気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくておすすめのアイテムやコーディネートの解説を文章と写真ベースで皆さんにお届けをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていまして、また参加者の皆さんも気軽にですね記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。